青森県八戸市の弁当製造会社吉田屋の弁当を食べ、体調不良などを訴える人が全国で相次いでいて、八戸市保健所によりますと、その人数は今日午前の時点で1都23県で295人に上っています。このような中、広島県に本社を置く大手スーパーイズミは、熊本県内の夢タウンや夢マート合わせて7店舗で、今月16日と17日に吉田屋が製造した弁当を販売していたことを明らかにしました。商品名は北海道産特選いくらの贅沢丼。熊本市内の3店舗では2日間で66個が販売されたとみられています。八戸市からの要請を受け、調査を行っている熊本県と熊本市によりますと、これまでに該当する弁当を食べた少なくとも3人が嘔吐や下痢の症状を訴えていて、このうち1人には今も症状があるということです。県と熊本市はさらに患者の調査を進めることにしています。